そして今度はおなじみハンクスのテーマ、スプリングトーホールドであります。人気者だけにひときわ大きな歓声が巻き上がります。両国国技館、超ワイルドお客様であります。さあ、上りが立ちます。まず今日チームを作りました黄金の虎、タイガーマスク、そして右腕を高々と差し上げて、これはタイガーマスクだ、エリーハンク入場、そしてドリーファンクジュニア、まずはいち早くタイガーマスクがリング内、今ハンクスがゆっくりと入ってまいりました。さあ、今夜はハンクスがタイガーマスクをパートナーに夢のチームを結成です。リング上華やかなムードに包まれております。テリー、さあ、館内からはテリーテリーの歓声。まず試合に先駆けまして、両チームに日本テレビ並びに番組のスポンサーより豪華な花束が贈られております。豪華なシックスメンタッグマッチ、30分一本勝負です。グラブがアリアンビジフォンド、チャブゲロ、カリフォルニアの太陽、生誕の中を戦う男、チャブゲレロ、ビル・ロビンソン、元祖人間反射、おなじみの顔です、ビル・ロビンソン、先ほどテリー・ブロディ、この表情だ、ぬっと出てまいります、テリー・ゴディ、タイガー・マスク、さあ、ヘビー級への試練です、タイガー・マスク、テリー・ファンク、ボスのテープがランとします、テリー・ファンク、グリアン・ドリー・ファンク・ジュニア、イブシゲンのファイト、ドリー・ファンク・ジュニア、このコールを受けるポーズもおなじみであります。さあ、山田さん、夢のアイドルコンビ、まあ、タイガーのスピード、ドリーのテクニック、テリーのガッツと、まあ、一方のこのチャバグレロ、テリーゴディ、ビル・ロビンソンチームも、まあ、それぞれに持ち味のあるチームですね。そうですね、ですからリング上の6人、テクニシャンあり、ラフファイターあり、はい、飛び道具ありということでね、これは目まぐるしい展開になりそうですね。そうですね、まあ、その中で山田さん注目したいのは、まあ、タイガーマスクと、そして一方のチームではテリゴリでしょうね。なんといってもね、これちょっとタイプは違いますけれども、はい、これからというピカピカの若手ですからね。そうですね、まあ、アメリカの若手、本当にナンバーワンと言ってもいいテリゴリ、それでこう日本のマット界がこれからね、はい、もう日本のマット界を背負って立とうというタイガーマスク、はい、これはもうぶつかり合い面白いですね。さあ、新しい力に期待しましょう。おっと、まずはテリーゴディ、大きな体をリング上に表しました。まず旋風役を買って出ます、この右手をブルブルと振って、さあ来いという表情だ、テリーゴディ。そして一方はベテランのドリーファンクジュニア出てまいりました。まあ、このファンクスでありますが、ロードウォリアーズとの一騎打ち、まあ、目には目をのこのストレートファイトやってのけましたね。そうですね、あのロードウォリアーズのパワーをですね、はい、とにもかくにもストップしたという点は非常にやっぱりベテランらしい試合運びだったですね。この両者もパワーとドリーのうまさ、こういうことが言えますね。もちろんそうですね、はい、さあ、まずはリング上でタックル、これは互角だ。おっと、まずは人間魚雷が魚雷を見せた、あの思いからは飛ぶんですね。そうです、非常にね、しかもあの助走なしにですね、はい、いきなりショートレンジの打ち方ですね、うん、そうですね、これはやっぱりね、彼のあの運動神経の良さでしょうね、はい、両者ともにテキサス州の出身であります。まあ、テリーゴディの方は一年中青いジーパンに T シャツ、そして革のブーツを履く典型的なテキサス人、そしてまたこのドリーファンクジュニアの方もテキサスブランコと、まあ、テリーとともに言われていますよね。そうですね、うん、まあ、お互いに出身地はテキサスであっても、はい、リングへ上がればもう相手は全てライバルということですからね。まあ、ただ私あの非常に感心するのはテリーゴディがあれだけの巨体で、非常にあのファイティングポーズも低くてですね、はい、実にうまい試合運びをやるんですね。そうですね、この人は決してね単なるラフファイターではありませんね。特にこのインテリジェンスといいますか、そのインサイド、インサイドが今シリーズこの光ると、このようにあのロビンソンも下を巻いていましたね。さあ飛んだ、さあ飛んだ、このスピードです、これが怖い。いやですからね、相手はこの巨体にね、はい、ごまかされちゃうんですね。うん、ああいう風なあのテクニックは来ないだろうと、はい、
思ってますと突如として襲ってきますからね。そうですね、まあ、今まではこのデンジャラスボーイなのと山田さんテリコでは言われてましたが、まあ、それはもちろんなんですがこのパワーがアップしましたね。もちろんそうですね、圧倒的なパワーですね、はい、そして今シリーズはこのご指摘のように冷静さも非常に光っております。さあ今度はおなじみのビル・ロビンソンが出てまいりました。ちょっとテリーに注文をつけています。さあこれをドリーが阻止。なかなか今シリーズこのビル・ロビンソンはこうすぐカッと来ると言いますかね。そうですね、血の気が早いですね、かなりね、このシリーズ見てますとね、はい、エキサイティングな場面がありますね、特に中盤戦に入りまして体調は絶好調だとこのように言っていましたビル・ロビンソン。外見はね非常にジェントルマンですが、はい、AWA 地区ではねかなりのラップファイターに変貌してますからね。あーはー、もしかしますとこの試合あたりでもそのビル・ロビンソンのラップファイトが展開されるかもしれません。それがビル・ロビンソンです。元祖人間風車、まあ、その人間風車人間風車と一世を風靡した頃には、まあ、鶴田とこの60分フルタイム、そしてなおかつ延長戦というようなそういったファイトも記憶になりますよね。そうですね、かつてはテクニシャンでしたからね。そのビル・ロビンソンが荒っぽいファイトも見せてくれるかどうか。まずは序盤戦静かにドリーファンクジュニアのヘッドロックで締め付けて、おっと注文をつけましたテリーファンクにアッパーブロー。おっとレフリーの選手もこれを振り切ってテリーと相対します。タイガーマスク間に入る、これがテリー、ビル・ロビンソンです。なかなかこれは静かな立ち上がりですが、この後ドロドーンと来るこの乱戦を暗示しているかのようですね。そうですね、ただああいう時にね、はい、注文をつけられたからといって簡単に乗っちゃダメですね、そうですね、特にこのテリーは劇場型ですから、暴走しますとね、そうです、ちょっと悪い面が出ることもありますからね。ですから、はい、ドリーが一生懸命間に入ってますね、冷静に試合を進めようというドリーファンクジュニア。さあビル・ロビンソンもそのドリーファンクジュニアと相対します。さあ今度は逆にドリーファンクジュニアがテクニックを見せる、テクニシャン同士の一戦、これは見応えがあります。後ろを取りました、腕を取っています。ドリーファンクジュニア足をかけて返すビル・ロビンソン。さあどんなテクニックが見られるか。おっとそのまま抑え込んだ、うまいテクニックだ。カウント2までいきました。スクッと両者スタンディングポジションを取りました。テクニシャン同士の見せ場ですね。なかなかね、はい、ああいう技を仕掛けてきてもドリーは非常に慎重ですからね、はい、簡単に崩されはしないですね。そうですね、まあタイガーマスクもヘビー級転向を狙っておりますが、まあ、同じヘビー級でもちょっと一味違ったレスリング、それがこのドリーファンクジュニアであります。天性の柔軟さ、そして受け身のうまさ、まあ、力ばっかりがこのプロレスじゃないんだよっていうのを我々に教えてくれます。さあおっとワンハンドですか、今のワンハンドのバックブリーカー、これが得意でありますビル・ロビンソン。今シリーズ天竜にも決めました。この天竜が本当に顔をしかめましてね、あれが本当に効くんだって言ってますね。いや、やっぱりね、それはやり方見てても分かりますよね、流れるようなこのワンハンドのバックブリーカー今ご覧いただきました。さあ試合の方ですが、まだテリーとビル・ロビンソンが何やら注文をつけ合っております。しかしこの戦う権利になるのはドリーファンクジュニアとチャボ・ゲレロであります。さあどうだ、後ろから入った。さあこの辺はジュニアヘビーとヘビーの貫禄差か。しかしチャボ・ゲレロもテクニシャンだ、ぐるっと丸め込んでそのまま抑え込むが、ローリングしてさあそのまま抑え込むか。ちょっと山田さん解説していただけますか。ローリングクレードルに入ってますね、はい、回転ユリース固め、これはテリーの得意技なんですよ、これをもう目の前でやりましたね。そうですね、まあ、この相手の得意技をパッと使うというのはかなり相手は土俵で、しかしまたこれが5本家です。それが本家です。ローリングクレードル待っております。リングの中央どうですか、比べてみて。やっぱりね、うまいですね。やはりそうですか、さすがに、はい、カウントも2まで入りました。やはりさすがです、テリーファンク。テリーファンクの今の近況というのはどうなんですか。いや、テリーファンクはね、はい、今ニューヨークの WWF 地区でやってますけれども、はい、非常に荒っぽい試合をやって、チャンピオンのホーガンにあと一歩と迫っているということですね。そうしますと、もしかするとまた、次の来日あたりにこの WWF のチャンピオンになってこのやってくると、こういう風にもありますね。もちろんそういう可能性あるわけですね。さあ今度はそのテリーからタッチを受けました
今夜初登場です、タイガーマスク。このチャボ・ゲレロとはしばらくの間はこのベルトをめぐって戦いが続くでありましょう。まあ、タイガーマスクにとってはこの今夜の一戦一つ一つはこのヘビー級転向への証明と、まあ、そういう命題もかかってるわけですよね。もちろんそうですね、はい、それと同時に目の前でね、おっと飛んだチャボ・ゲレロ、今度はタイガーマスクも行くぞ、おっとタイガーマスクは肩から落ちた、そこはすかさずドロップキック、チャボ・ゲレロ、さあ今度は何を持ってくるか、ヘッドロックに決めて脱に行くと危ないぞ、チャボ・ゲレロロープに飛んだ、帰ってくるところをスルッと抜けて腕をホイップ、タイガーマスク、あーなかなか目まぐるしい動きです。どうですか2人のこのライバル式ってのはこう立ってくるようですね。いやもちろんそうですね、はい、もうオーダーをめぐってね、激しい闘志を燃やしているということも十分に伺えますね、まあ、今対戦しているのはジュニアのチャボ・ゲレロですが、この後の山田さん、やはりテリー・コディ、ロビンソン、この辺でしょうね。もちろんそうです。それで今日はね、先ほどもあのお話の途中になりましたけれども、ドリーとテリーが見てるわけですからね。そうですね、ドリー・テリーの気遣いもこの放送席に伝わってくるようでありますが、さあテリー・コディがショルダースルーに行ったが、ドロップキックで切り返す、この辺の試合の判断、ダブル連発いかなきゃいけないですね、これはいいですね、連発しなきゃいけませんね、やっぱ相手が大きいですからね、はい、あの何回もやらないと効かないですよね。そしていい体勢でこの、バトンを渡します。さあパンチがダブルの攻撃です、ダブルパンチ、これはたまらないテリー・コディ。さあ今度はドリーファンクジニアです。タイガーマスクの役目はあれでいいわけですね、うん、まあはい、もうちょっとね見たかったんですけれどもそうです、ね、いいところでタッチしましたね、はい。さあ今度はドリーとテリーの兄弟の連携です。速いタッチワークを見せます。さあお得意のポーズ、さあカモンカモンと挑発するぞ、テリー・コディを挑発した。さあ今度はビル・ロビンソンにタッチ、ビル・ロビンソンが出てまいりました。ビル・ロビンソンもこのファイティングポーズ、うん、ボクシングのポーズです ね、 そうですね。おっとボディへ一発、そして右アッパー、そして今度は平手打ち、チョップであります。さあ今度はネックブリーカーの体勢か、クブリカードロップの体勢、テリー・コディ左の拳、あった完全に体勢に入っているぞ、こっから落とした、ヤクーンと落としました。ビル・ロビンソン独特のネックブリーカードロップであります。そしてチャボ・ゲレロ、まあ今夜の対戦はこれ6人が6人とも目まぐるしいタッチワークですね。そうですね、やはりね、はい、あのこういう風に並んでみんな力のある人ですからね、誰でもやれるわけですからね。そうですね。さあ今度はテリー・コディだ、大きいぞ、前のボディとは明らかに違う、パワーが増してきた。そしてラファイトも展開、この元 LWA 王者のテリーファンクに対してパンチ攻撃だ、これはテリーは今受けているんですね。今攻撃に出ました、右のパンチ、左のストレート、一撃でテリーボディが倒れました。そしてクリーンスラム、タイガーマスクに渡した。さあここで合体攻撃が見られそうだ、ファンクスト、ファンクスト、タイガーマスクそのままデッドリードライブ、抑え込んだ、カウントゴーカート 2.5 までいった。まあ今シーズンこのファンクスト、特にドリーとタイガーマスクの連携がいいですね。そうですね、あとロビンソンが出てきましたね、ロビンソンがエルボースマッシュだ、うん、ドリーファンクの、このエルボースマッシュも味があるんですが、ビル・ロビンソンのエルボースマッシュも実に味わいがあります。さあ場外へ、場外へビル・ロビンソンを飛ばして、そしてフェイント、ちょうどビル・ロビンソンが後ろ向きになってましたが飛びません。今度は体勢を入れ替えて今飛んだ、どうですか当たりは。非常にタイミングよく行きましたね、一旦フェイントかけて戻って、隙を見てすかさず行ったと、はい、あの辺の、ね、タイガーマスクの勘の良さ、これはやっぱりさすがのもんですね。そうですね、とにかく山田さん、このタイガーマスクは、やらねばならない、俺がやらねばならないという気持ちからやるんだと意欲が出てきたと、このように言います。さあちょっと、リング上は6者エリミナレットの攻防でありますが、さあタイガーマスクがリングラインにいるんですが、さあ山田さん、これはどういうことなんですか。あのリングアウトを取りましたね。あはタイガーマスク、そしてテリーファンク、ドリーファンクジュニアがいち早くリング内、そしてビル・ロビンソン、テリー・コディ、チャボ・ゲレロがリング外であります。どうやらワダレフリーは今タイガーマスクの手を挙げていますが、タイガー、それからファンクスのリングアウト勝ちを選したようであります。ああ収まりません、テリー・コディ。
さあ山田さん、今の試合ちょっと切ってもらいましょうか。そうですね、はい、ちょっと乱戦の中での幕切れであったんですが、まあ、今日はあの私タイガーマスク選手に注目して見ていたんですが、はい、まあ、ロビンソンとの絡み、テリーゴルディとの絡み、はい、それぞれ見ましたけれども、はい、もうちょっとパワーが必要だという感じをしましたね、うん、そうですね、まあ、この辺りでますます力をつけてプレの最強タッグ、この辺りに出場してくれると楽しいんですがね。そうですね、はい、今後のタイガーマスクに期待しましょう。しかし負けたとはいえ大きな声援を受けますビル・ロビンソン、そしてテリー・ゴディ、チャボ・グリロであります。タイガーマスク、テリー・ファンク、ドリー・ファンクジュニアが11分30秒リングアウト勝ちを収めた試合でございました。